このように世界中に親切で優しい人たちにの信頼を信頼して歩んでいこうということが全文に書かれていることに本当に励ままされ共感しましたそれで EU が2012年のノーベル平和賞受賞のニュースを聞いた時実際にできた成果を評価するだけではなく高い理想に向かって進もうとしている人たちの後押しをしてくれるのだと感じました。 憲法9条の掲げる理想は素晴らしくノーベル平和賞に値すると思いましたまた子育てセミナーでできないところを叱るよりできているところを褒める方が子どもは伸びるとよく聞きます大人も同じで憲法の理想が高すぎてくじけそうになっている時世界中の人たちから温かい応援と支援が届いたらみんなももう一度頑張ってみようと元気になるのではないかと思いました そこで2013年1月からノーベル委員会にメールを送り始めましたえノーベル平和賞は個人か団体に送られるものなので憲法は対象にならないことが分かり憲法の主権者である日本国民として取り組んできましたえ推薦人の先生方をはじめ実行委員会またたくさんの平和を愛する世界中の人たちが一生懸命働けかけてくださり日本国民が正式に候補になりました 今、世界ではテロによる暴力が絶えません。テロという言葉を辞書で引いてみたとき、テロリスト、政治的目的のために、傷害、暗殺などの暴力行為を実行する人、テロ、テロリズム、暗殺、集団殺害、傷害などの暴力を用いて相手を倒すこと、暴力主義、恐怖政治と書いてありました。 最近よく聞くテロとの戦いとは日本語で言えば暴力主義との戦いだと気がつきました暴力主義の人たちに暴力をやめるために暴力で従わせようとするのはその人たちもみんな暴力主義のテロリストということになってしまうと思いますテロは暴力や軍事力では解決できないと思います人々をテロに駆り立ててしまう貧困差別不満 恨み怒りとかこのような心の中から出てくるものを武力力や軍事ででは解決できないいと思います私は今回人質になってしまった後藤さん湯川さんそしてヨルダン人のパイロットの方や人質になっている全ての人たちが無事に助かってほしいと願い本当にささやかですが活動をしてきましたしかし後藤さんたちはテロリズムの犠牲になってしまいました ととても深い悲ししみと絶望を感じましたでもだからこそ憲法全文と9条が形作る平和主義をさらに掲げ互いに武器を置き対話によって原因を解決していってほしいと思います殺してもいい人間いなくてもいい人間などこの地上に誰一人死としていないと思います生まれた時みんなかわいいかわいい赤ちゃんです殺し合いなどしてほしくありません この地上には他の人の命を奪えるくらい正しくて間違いを犯したことのない人は誰一人としていないと思います。神様の目から見れば私たちは皆罪にまみれた罪深い人間であり50歩100歩ではないでしょうかだから憎しみ合い殺し合うのではなくもうこれ以上お互いに罪を犯さないように争いの火種を消すことが必要だと思います。 みんなで戦争はやめてほしい話し合いで解決してほしいと声を上げ世界中の人たちに伝えていくことは争いの火種を消す手伝いになり戦争や犯罪を良止する真の力になると思いますそしてそれは回り回って自分たちの幸せ安全平和につながると思います戦争しない憲法9条が世界中に広がることは戦争のない世界を願うみんなの願いです 世界中にいるたくさんの優しくて親切な人たちにもっともっと協力を求めていきたいと思います。あとぜひ国会議員の皆様にもお願いをしたいのですがどうかあらゆる違いを超えて救助を守るの一点で手をつないでください。選挙も協力してください。をを守守るるここととは命を守ること こここのとと以上に大事なことはないははいずです。どうか沖縄の人たちのように救助を守る一点で協力してこの平和憲法の実現に努めていってほしいと思います私たちも声や力は一人一人小さいですけれどもそれをみんなで合わせてこれからも頑張っていきたいと思います今日は本当にご清聴ありがとうございました。